はい、皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日撮影収録日は2024年8月18日、日曜日になります。今日の分の配信はですね、8月の20日火曜日予定しております。よろしくお願い申し上げます。今週もですね、先週に引き続きになるんですが、旭川カムイ大橋事件、カムイコタンのね、カムイ大橋事件ということで、今回、10回目のホワイトボードを使った解説になります。今回ね、特にこれといった新しい情報とはございません。情報とはないんですが、今後の動き等についてね、ちょっと、考察をしていきたいなというふうに思っています。まず何が一番今のところメインというか問題になっているかと、やはりね、旭川中央警察署の問題、刑事一課、刑事二課、それとね、刑事生活安全官という警視の方等の名刺も出てますけどね、ただ名刺があるから処分されるというわけではないんですが、そういったもののね、警察官の不適切な対応、不適切な行動等についてね、これからどのように処分されていくのかなということについてちょっとお話をできればなと思います。すでにね、北海道警本部の監察、方面本部の監察等から、関係者、警察官等はね、事情を聞かれているということで、その事情聴取も、ほぼほぼ終わってるんではないかというんですけども、ただまだね、詳細な結果が出ていないという話もあります。というのは、ただ単に警察官の行動、捜査の一環とかね、なんか言ってましたけど、そんなものはね、言い訳に過ぎないなというふうに私は思ってるんですが、その捜査の一環で不倫していいとかね、これも捜査の一環って言うんじゃない、言うらしいよという話をね、聞いてましたけど、実際にその愛警部補がね、捜査の一環で不倫してたんだなんてね、それはちょっと言い訳にしてもね、ちょっと苦しすぎる言い訳、実際本人が言ったかどうかも分かりませんしね、そういう話だよという話を聞いてるだけで、実際分かりません。ね、あと、捜査の一環だからといって、捜査の一環っていうのは、S として送り込むとか、S の運用って非常にこう慎重に、行われるもので、こういう19歳とか20とましてや19歳未成年のものをね、S で使うなんていうのはちょっとありえないかなと、21もしかりですけども、しかも S で使うから、要は情報提供してもらうわけですよ、分かってて送り込んで、ですけどそこでね、21の、こういった不良少女のような、今回逮捕されたというのがあるので、結果的にそう思うのかも分かりませんけども、実際に使ってるんだとしたら、この S の情報でこれまでどういった実績があるのかとか、そういったことも出てくると思うんですが、それにしてもね、さすがに不倫はダメだと思います。S として使ってるからといってね、ご飯食べ行ったりとか、そういったのは当然ある。だけどご飯食べに行くのも、逆に言うと、この近くでご飯食べに行ってると、この S で使ってる人間とこの刑事が仲良くやってるなっていうのが、もう周りにバレバレですから、そういったことも普通はしないんですよ。通常 S で使うものとは、本当に、私も現職時代ね、そういったのありますけども、サウナで、接触したりとか、あとは誰もいないカラオケボックスで、会ったりとか、それぞれね、その捜査員が、自分のがここなら大丈夫だろうっていうのは、やっぱり相手のことを守ってあげなきゃいけないので、そういった飲食店とか喫茶店とかで会ってると、おなんだあいつ刑事と会ってんじゃないかなんてなると、これ守れなくなるので、そのあたりは普通に非常に慎重に行うもんなんですよね、実際のところは。でそういったところでも、ちょっとその、捜査の一環でっていうのは話が厳しいのかなと思ったりで、あと19歳のものに酒を提供する場で酒飲んだりタバコを吸ったりしているところで話を聞くというのも、ちょっと普通ではありえない。しかも捜査員、刑事が何名もいますよね。あの写真に写ってるだけでも複数の捜査員がいて、そこにね、スキンヘッド警部補もいましたけども、そういった中で話を聞いている、どうなのという、ちょっとそれに関しては何とも言えない、どう考えてもおかしいとしか言えないというふうに思っています。
まあ、こういったことが発覚してからもう1ヶ月以上経つんですけども、2名の者が起訴され、1名は特定少年ですが起訴されたことにより、実名が公表されたといったような動きがあります。その逮捕された者については実名が公表されたり云々してるのに、なぜ警察はそういう不適切にも程があるというかね、不適切な対応行動を取ってるのに実名が公表されないんだっていったようなね、声が私のところにもたくさん来ます。まあ、ネット等を検索していくとね、まあ、名前が出たりもしてるんですが、私のところでは一応ね、逮捕されたりしてるわけではないので、今のところ実名はね、イニシャルだけにしております。まあ、このあたり、まあ、ご理解していただければと。私は決して警察を擁護してるわけではないです。擁護してたらこういう配信自体やりません。ただなぜまだこの処分が決まってないのか、これはなかなかね、難しいんだと思います。処分が難しいというか、その不倫をしていた、酒を飲ました、タバコを吸わしただけなら処分って意外とね、簡単だと思います。ある程度懲戒の指針というのが警察にはマニュアルのようなものがあって、こういったことをしたものについては減給ですよとかね、こういったものについては停職ですよってあらかたね決まってるんですね。判例ではないんですけど、こうあるんです。ただ今回は何と言ってもこれですね、このカムイオワシ事件、199事件が絡んでるということです。199事件、その中でどの程度関与があるのか否かですよね。関与があるのか否か、これ関与があればまあえらいことだと思います。ただ単に関与があってこんなこと教えたんだよ、こんな話したんだよで済む問題じゃないんですね。下手したらこの事件、199事件の共犯になり得る可能性はあります。共助犯だとか幇助だとか、ね、ここは防犯カメラがないからここなら大丈夫だよ、こういったことをしても見つからないよ、ね、後で撮影した映像がある、いやそんなの持ってたらもうえらいことだよ、ね、処分するにはこのようにして処分しないとそれって復元されるよ、見つかっちゃうよ、ね、まあ、どのように言ったか分かりません。ですがそういった話をもし万が一してるんだとしたら、しかも不倫の関係にある、不倫の関係にあるってことは体の関係があるってことですよね。そういった話をしている可能性もある。しかも共犯者は2名いるわけですね。この199事件に関しては2名の被疑者がいるわけですね。こう2名がいれば当然2名から個々に話を聞くことができます。接見禁止だから、まあ、弁護人は会えるんですけどもね、そういう話を聞いてればですね、このことが今はうまく伏せてても公判になった時に、これ裁判員裁判ですね、どんなに早くても2026年ぐらいかな、2年後早くとも2年後ぐらいに公判が開かれた時にですね、本人、どういうふうに気持ちが変わってるかもわからない。そうなればね、いろんな話をベラベラする、ね、事実ですよ、嘘ではなくて真実を話しする可能性が出てきます。その時に警察が今現在監察なり捜査一課なりが事情を聞いてて、それを信用してて大丈夫なのかと、そんな簡単に処分自体を決められない。今こういろいろね調査をして話を聞いてるけど、それを全て鵜呑みにできないというところが、やはりこの処分等に関して時間が必要になっている、時間がかかっているのではないかなというふうに私は思ってます。通常ならね、お盆明けは最終的な調整をして来週26日月曜日ぐらいからとか、もしくはもう9月の移動前ですね、これ移動後には絶対そんな処分があることはないので、移動前にまああるとしたら処分があるんじゃないかなというふうに思ったりもしています。というところで、まあ、今後はね、その移動前の、まあ、ただこれね、処分があってもあくまでも逮捕されたりとかじゃなければ内部処分なんですね。ですからそんなにね、大きく報道っていうか、まあ警察が発表しない限り、公表しない限りね、処分って内々で行われるんですね。それにはやはり北海道道議会等でね、処分どうなったんだと、いや処分されてますと、
じゃあ処分されてるなら、ね、どういう階級、年がいくつのものがどういう処分されたんだ、その処分の理由は、そういう処分になった理由はどうなんだっていうのをね、議会等で質問され、回答を得る必要があるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、この旭川中央署の関連についてはね、いろいろ情報等もいただいてます。ね、そういったところも踏まえて、今後もね、まあ、取材を続けていきたいと、また情報提供等をいただいていることに関してはね、本当に深く感謝申し上げます。また、新たな情報等ございましたら、お待ちしておりますので、よろしくお願い申し上げます。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。